で、まあうちは、ね、その町工場で小さい時からやっぱりいろんな、まあみんな誰でもがこう安定したそんなにお金持ちじゃなくてもいいからこう経済的に不安のないね、時をずっと過ごせることを願って一生懸命働いてるわけですけども、そういうふうに、みんな願ってるんですけど、町工場っていうのは例えば仕事を取るために連帯保証人になったりして、そういうそれとか仕事をやったのにお金が回収できない、ね、やった相手先が潰れちゃったりなんかして。そういうことがすごくあったんですよ。で、そのことによってその潰れた会社の、社長さんの奥さんが自殺しちゃったり、社長さんもその後自殺しちゃったりとか、いろんな物語がありまして、すごく自分は小さい時からそのことを恐れてたってことがあります。それは今62なんですけど、今に至っても同じことは時々起こりますね。そういう悲惨なことが。ですから、まあそういうことの中でやっぱり会社の経営の中でそういうストレス、お客さんがやっぱり冷たいなんかして、すごくこう自分が精神的になんかおかしくなってたのかなと思いますね。仕事の方でいそれが理ろ由だとは、ちょっと直接の理由だとは思えないんですけども、そういうこともあったという。あったと思いますね。まあこうそれは、まあ、ずっと続いてるもんなんで、その時だけ特にというわけではないということですそうですね、ですから、まあそういう、だからもう少しこう、なんて言うんだろう、そういうことがあってもその心の健康度っていうか、ものを保てるような生活のやり方もあると思うんですけども、それが自分はできなかったのかなっていう感じもありますね。